道を歩もうとする少年。何をなされた。喧嘩、あとは来い。刑事と少年、二人は理財の思いに決着をつけるのであった。よりにもよって一番厄介なやつと話してしまうとは。止まれ。急ぐなんだ。俺は密偵じゃない。那覇歌舞伎染め。俺は惚れた女を探してこの国までやってきた。そしてただこの国とこの国の人間を見に来ただけだ。今この国を思う一人の武将に会った。おかげで本音は広くいい気分で酔える。どうしてわかった。なんとなくさ。諸大名からの仕官の誘いを刑事は隠遁を理由に全て断っていた。そして10月に入り、今日は冷たい雨の日が多くなった。刑事は屋敷にこもる日々を送っていた。風流つかまつり候。殿とわしは15日に米沢に立つ。来てくれるんだろうね。頼むよ。2000石だ。今の上杉には殿もお待ちになっていられる。
死んだか。
こそ東洋の秘宝。Thank you.
私の気持ちは聞いてはくれないのですね。あなたもしや目が、どうやら潮風にやられたらしいですな。おいお前ら、ここに座れ。いいか、おなご殿に気に入られるにはまず風流だ。すまぬが今一度あの曲を弾いてもらえないか。恋の道と思うのに、この二つの道をあなたは歩こうとして
せる。人差し魔王筋がいい。歌舞伎トランスフォーマものにも邪魔されてる。